江戸時代に普及したという遠見屋、昭和レトロなイメージの自在鍵、時代劇から飛び出してきたような道具が並んでいるのはなんとホームセンター。見慣れない商品が並ぶのには店主のある思いがありました。南国市の国道55号から少し南に入った場所にあるホームセンター有吉です。一見普通のホームセンターに見えますが、何これ、よくあのいろりでね見るものがホームセンターに売ってるんですか。しかもこれセット、どういうこと。実はこちらの店、いわゆるホームセンターとは一味違う、ちょっと懐かしくて変わった商品を並べる村のよろずや的存在なんです。商品の発注を担っているのが店主の溝淵大輔さんです。まだまだ他にも変わった商品があるということで店の中を案内してもらいました。これはカツオの鉄球、あのたたきを焼く時の網です。はい、え、そんなの売ってるんですか。これもあの鉄工所のね、あの親父さんに頼みまして、うわ、こういうの作ってって。面白い。カツオ王国高知らしい商品ですが、なんと注文の大半は県外からだといいます。関東の方の食材とか、そういう用品の卸屋さんがね、ベトナムに送るから、はい、6本送ってくれって、いうような。ここから海外にまで行ってるんですね。そう、なんか行ったみたいですね。さらに店内を回ると見慣れない商品がありました。これどんなことに使う道具か分かります？え、あ、なんか遠見って書いてますけど、これそうですね、あの遠見ですか。そうです、そうです、あのお米をね、はい、選別するための。江戸時代から昭和中頃まで使われていた風力によって穀物とゴミを分ける器具、遠見。今ではほぼ資料館でしか見ることのないレアな商品ですが、本来とは少し違った目的で使われることもあるそうです。コスモスの花が終わったら種ができますよね。ほな、その花柄をいっぱいこう取っておいて、これで回して、あの軽いゴミは向こうに飛んでいって、はい、で種はこっちの口から落ちてくるっていう、そういうね、ことにも使ったりします。じゃあ今でも使われる方はいるんですか。もちろんいますよ。最近はあの大学の先生が買っていてくれました。そうなんですね。他にも杉の葉で編んだ雨具、杉美のやカーブミラーなど、目を引く商品がずらりと並びます。こちらはこの日朝一番に売れたという商品、一見普通の手動の洗濯機ですが、つがにの汁を絞ると言うて凍っていてくれました。あのお湯さんね、あの本当はあのついたつがにをこうあのさらし木綿でぎゅっと絞ってやってたんですけども、はい、手が痛くなったんで手軽に絞れるもんないかなって探しに来てくれたんですよ。地域の人々の生活スタイルに合った商品を取り揃えているホームセンター有吉。それらをアピールするために最近は SNS にも力を入れているといいます。投稿がもうこってこての土佐弁ですね。そうですね、もうお店はね、あの年寄りというかすごくローカルかつ、はい、あの超ネイティブのお客さんがほとんどですので、あの自然とそういう紹介の仕方というかね、あの口調になりました。これはどなたが投稿されてるんですか。はい、あの僕の妻があの投稿自体はしてるんですけど、うん、あの土佐弁の監修は私です。こってこての土佐弁が光る SNS、 ローカル感満載のクイズを出題するなどユーモアたっぷりです。反響はどうですか。まあ正直あまり伸びないけどね。
斬新な投稿や商品を並べているホームセンター有吉ですが、なんと創業は明治20年代。およそ130年もの間、変わらず地域の人々の暮らしを支えてきました。30年ば年よりもね、スーパー行ったら探し回らないかんけどね、僕らはね、もう何回も聞きますよ、何がどこにあるか分かるしね。かつて町々にあった金物屋や荒物屋のほとんどは姿を消し、同時に暮らしも姿を変えてきました。お客さんも期待して、中山間地遠いところから探してきてくれますので、なくしちゃダメだなと思いまして、メーカーが潰れりゃ自分のところで作ってみたりもしながら、そこまでしてなんとか用意はしてます。昔ながらであっても手に馴染む道具を求めている、そんなお客さんの要望に応えたいという溝口さんの思いが、他とは一線を画す店を作っています。ずっとお店回ってきて、例えば室戸からとか、例えば須崎からとか、ずっとお店回ってきて、ここでやっとあったって必要なお客さんと商品が巡り合った時っていうのがね、一番ね、こうやりがいを感じますね。物が壊れたとか、作業がうまくいかないとか、そういうこう困りごとをこうなんとか解決するようなお店であったらなと思いますね。かゆいところに手が届く地域のホームセンターは、これからも人々の暮らしをそっと支えていきます。